この冬5例目となる感染が確認されたと今日未明に発表となりました。鶏の殺処分が始まったのは愛知県豊橋市の養鶏場です。愛知県は今日未明、死んだ鶏の遺伝子検査など総合的な判断で鳥インフルエンザの感染を確認しました。愛知県は養鶏場の周囲半径10キロについて鶏などの移動を制限し、今朝から飼育されている鶏およそ14万羽の殺処分を開始しました。また愛知県は消毒ポイントを設置するなどして感染の拡大防止に